今ね、気づいてない方もいらっしゃるかもしれないですね。サビが全部トトロだったんですよね。あの隣のポニョポニョ言うてね、何を言うてるんだと、違和感なかったな、でもな、意外と違和感なかったな、で気づいてなかったやつマジいるんちゃうというね、まあ、言うてますけどもね。あと他に流行った映画なんかありましたっけ。流行った映画と何かあったっけな。アナ雪、皆さん流行りましたよね。ちょうど僕が小学生の頃にみんなクラスの女の子帰って、あ、みんなの生の音、あのお城建築するやつ、氷のお城めちゃくちゃ出てきてめちゃ建築するやつね。あれ法とか大丈夫なのかな。建築の法とか触れてないから、ね、大丈夫、まあ、言ってますけどね。だから僕らでね、今度はアナと雪の女王のありのままでを演奏していきたいと思いますよね。というわけでアナと雪の女王でありのまま始めなさい。鬼滅の刃のなんかガシャガシャとか全部引いてるもんな。全員引いてる鬼滅の刃のガチャガチャ。いや、お金なくなる、あんな引いてたっていうね。というわけで、じゃあ鬼滅の刃のあの曲をね、僕らでね、またカバーしていきたいと思いますね。ちょっと皆さん大丈夫ですか。知らない曲ばっかりです。疲れてないですか。大丈夫ですか。大丈夫、疲れてる。みんな流行ってる、みんな見てるということでね。まあ、あれですよ。まあ、この段階で先輩たちがインターネットで
高学の新人だよ俺たち、どうぞ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 。ワンピースフィルムレッドで新時代。